箱根温泉。箱根温泉は、神奈川県足柄下郡箱根町、旧国相模国にある温泉の総称。箱根火山のふもとから中原まで、あちこちに温泉街が点在している。付近は、富士箱根伊豆国立公園に指定されている。平家湯は、奈良時代の天平10年、738年、さっき吉邸某が発見したうう、この源泉は、 現在も使用されている。箱根温泉が知られるようになったのは、豊臣秀吉の小田原征伐がきっかけである。広大な小田原城を攻めるため全国の武士を集め、長期退陣したが、その武量を慰めるため温泉に入ったと言われていい。江戸時代は、五街道の一つ東海道に沿った温泉として繁栄、箱根七湯として知られた。この頃の箱根七湯は、 湯本、東野沢、道賀島、宮の下、そこくら、木が、足の湯。平家湯は古いが街道から大きく外れていたバーコの湯を入れて、箱根八湯と呼ぶ場合もあった。徳川家光、徳川綱吉の時代には、将軍への献上湯もたびたび行われている。なお、江戸時代の温泉番付では、足の湯温泉が、全頭上位となっている。明治以後、箱根は、保養地、 観光地としての開発が進む。1919年には、箱根登山鉄道鉄道線が山上まで達し、さらに太平洋戦争終戦後間もなく、小田急電鉄が箱根湯本駅まで乗り入れ、非常に便利になった。直通運転開始後、西武鉄道グループと小田急グループの箱根山戦争の舞台となり、結果多くの観光客が訪れるようになる。 新たな温泉の開発も進み、歴史ある蒸気の八湯に加え、明治以降に開かれた太平台、小脇谷、二の平、五羅、宮城の、仙国玄、湯の花沢、足の湖、多川の九つの温泉を合わせて、箱根十七湯と称ている。さらに早雲山、大涌谷、小尻の三箇所を加えて、箱根二十湯と呼ぶこともある。箱根町内には、 かつて温泉が引かれ入浴をカリキュラムに組み入れた小学校もあった。一般の温泉と同じように全裸で入浴し、低学年では男女混浴の場合もあったが、2008年3月をもって廃校となった。2004年マスコミで温泉偽装問題が大きく取り上げられ、造成温泉を天然と表示したり、水道水に鉱石を通すだけで温泉と表示した。 旅館があると報じられ、問題になった。2005年には台風11号により、湯の花沢地区の造成温泉施設に被害が発生した。廃油されない旅館向けに別源泉からの引導及び、温泉スタンドが設置され、源泉販売が行われた。2015年4月26日から箱根山で火山性地震が増加し、5月6日に、 箱根山が気象庁により噴火警戒レベル2に指定されると地元の観光に深刻な影響が出始めた。特に立ち入り規制の対象となった大涌谷周辺の温泉とそこから温泉の供給を受ける温泉への影響が大きく、戦国原温泉の業者の一人は6月の初めから宿泊予約が激減したことを死活問題と語った。また、 箱根湯本駅前から賑わいが消え、タクシー運転手の一人が商売にならないと語った。大枠谷周辺の規制地域から離れた地域にも影響が及び、元祖箱根温泉まんじゅうを販売する丸島本店は売り上げが以前の4割にまで減ったという。ゴーラ温泉でも業者の一人が火山活動を理由に宿泊予約をキャンセルされた件数が1ヶ月で、 二割度と語り、灰が降っていますかという問い合わせもあったという。こうした状況を打開するため、箱根温泉旅館共同組合が6月に5000円で購入し、箱根町内で1万円分の宿泊券として利用できる箱ピタプレミアムクーポンを発売したところ、1200枚を5日で完売した。このクーポンは国の地方総税交付金を活用したもので、 もともとは神奈川県が企画して実現したものだった。火山活動の観光への影響が懸念される中で実績を上げたことについて、組合では火山活動により箱根が話題となったことで、むしろ関心を引くことになったのではないかとコメントしていい。ただし、このクーポンについては地元の旅館に詳しい説明がない状態で販売が開始され、旅館側から組合に問い合わせて、 初めて内容が分かったということもあり、県と地元の業者との連携不足も露呈することとなった。箱根湯本温泉は、箱根の玄関口にある温泉。箱根登山鉄道箱根湯本駅下車すぐ。泉質は単純泉、アルカリ性単純泉、30摂取80度、神経痛、関節痛、冷え症に効く。箱根で一番大きい温泉街で共同浴場も多い。 東野沢温泉は、箱根湯本温泉の奥にある温泉。箱根登山鉄道東野沢駅下車。泉質は単純泉、アルカリ性単純泉、神経痛、関節痛、冷え症に効く。伊東博文や天章院ゆかりの温泉でもある。宮野下温泉は、箱根登山鉄道宮の下駅下車。数々の著名人が宿泊した、藤屋ホテルがあることで有名である。 共同浴場の対抗湯があるが、場所は宮の下にあっても、泉源は祖国らからの咽頭である。ナトリウム、塩化物線、神経痛、関節痛、冷え性に効く。道が島温泉は宮の下付近の国道1号から早川渓谷へと下った。谷底にある。無双礎石が開いたとされる。温泉。現在ある。2。軒の宿ではそれぞれ施設のモノレール式、ケーブルカー。 ロープウェイを利用する。そこくら温泉は、宮の下温泉に近い。豊臣秀吉が掘らせたと言われる、太鼓石風呂がある。ナトリウム、塩化物泉、神経痛、関節痛、冷え症に効く。木賀温泉は、宮の下温泉に近く、箱根七湯の中で2番目に長い歴史を持つ。ひらけ湯は、平安時代末期鎌倉時代初期。自称。 呪影の乱の折、源頼朝が、家人、木賀善寺義成が、合戦の折負傷し、箱根の山中に分け入ると、白子が現れ、義成を温泉に導いたという。その後その湯で傷を癒した義成は、合戦に戻り、合戦後その地の地頭の人についた義成により、地名が木賀とされ、木賀温泉となる。義成を導いた白子は、義成の妻となり、死後、 白子稲荷として建て建られる戦国時代には宮城の湯の名前で資料に登場し、当時この辺りを支配していた小田原北条氏の直轄する温泉場でもあったことが明らかになっている。あと、江戸時代には温泉武行が置かれ、徳川家への献上湯となる。小宝の湯として広く知られるようになる。1890年当時の木賀温泉の姿。 1892年春に火災に見舞われ、その後浴舎を再築するものがなく、亀屋を筆頭に栄えた木賀温泉も、大火を契機に、水尾の戸をたどった。旧朝日生命保養所だった、敷地内に源泉が4つありそれを一般に提供するため、平成29年5月に箱根ゲストハウス、ザムライ温宿が開業し、木賀温泉を復活させた。旅館と、 日帰り温泉施設もあり、源泉掛け流しの将軍健常の湯として営業している。泉質は単純泉、アルカリ性単純泉、切り傷、神経痛、関節痛、冷え症に効く。足の湯温泉は国道1号最高所付近にあり、箱根七湯の中では最も標高が高い。七湯以外では湯の花温泉など、さらに高所にある温泉もある。平け湯は、 鎌倉時代である。単純硫黄泉、神経痛、関節痛、動脈効果に効く。コロイド用のアルカリ性のお湯で、硫黄系の濁り湯としては、珍しい泉質である。古くは、江戸時代から、文人牧閣がこの地を訪れている。2015年5月1日、環境省により、国民保養温泉地に指定された。箱根七湯に次の温泉を加えて、 箱根八湯と称する。宇馬こ温泉は、海道筋から外れた、神山の北西にある。泉質は、単純温泉、カルシウム硫酸塩泉、ナトリウム硫酸塩泉。眼病への効能で知られ、神経痛、関節痛、冷え症にも効くとされる。平家湯は、約800年前。金太郎こと、坂田金時が、 母親である山乳馬乳ともに連れられてこの地に来て、目の傷を癒したと伝えられ、温泉名は、この伝承に由来する。岩盤有室の岩風呂がある秀明館が有名。箱根地区では唯一と言える、当時場の雰囲気を残した宿である。2010年現在、日帰り入浴のみの営業。箱根8湯に次の9つの温泉を加えて、箱根17湯と称する。 小悪谷温泉は、箱根登山鉄道小和区屋駅下車。古来、小地獄と呼ばれていたが、明治天皇の行行に際して解明。1877年、明治10年頃より、温泉地としての開発が始まった。泉質は単純泉、アルカリ性単純泉、神経痛、関節痛、冷え症に効く。ゴラ温泉は、箱根登山鉄道ゴラ駅下車。 1894年、明治27年、早雲山からの引頭により開発が始まった。明治末期から開発は本格化。強羅公園が造営され、登山鉄道が開通した大正年間には、生在海善や、文虎がこぞってこの地に別荘を求めた。1952年、昭和27年以降、多くの源泉が掘削されており、源泉ごとに、 戦室は多様である。別荘から転じた、保養所や箱根屈指の高級旅館が立ち並び、周辺には美術館も多い。2015年4月に、旅館、ゴーラ天水が流油を流出させ、近隣の早川などが汚染される騒ぎとなった。大平台温泉は、箱根登山鉄道太平台駅下車。平き湯は1951年、昭和26年。戦室は、 食塩泉、共同浴場、姫の湯がある。箱根でも、有数の桜と紫陽花の名所であるが、地形的関係上国道1号線からそれを確認することは難しい。また、名水として知られる、姫の水が湧いている。宮城の温泉は、宮の下から木がを経て、さらに上り、早川を渡った対岸にある。開け湯は1960年。 昭和三十五年、箱根町営、宮城の温泉会館ほか、いくつかの日帰り温泉がある。二の平温泉は、箱根登山鉄道彫刻の森駅下車。開き湯は九百六十三年、昭和三十八年、共同浴場、亀の湯がある。仙国原温泉は、標高七百メートル前後の広い草原に、ホテルやペンション、雇用所が点在する。 大枠谷やバーッコからの引湯を利用する施設も多い。湯の花沢温泉は、駒ヶ岳の中原の標高950メートル、箱根17湯の中でも一番の高所にある。その名の通り、自然優先から生じる湯の花が一面に広がる沢があり、日本で初めてその採取、販売が行われた。1890年、明治23年頃から、 自然優先を利用した露天風呂が作られるようになった。しかし現在は火山清浄機を温泉に変えて周辺地域に引沸するのみで自然優先は利用されていない。足の湖温泉は足の湖畔の元箱根にある温泉。開け湯は1966年昭和41年湯の花沢温泉からの引沸で誕生した温泉であるが現在は 自家源泉を持つ施設もある。単純温泉、単純硫黄温泉。関所や遊覧船のリバに近い。タコ川温泉は、箱根十七湯の中では、最も新しく、1987年、昭和62年の開け湯。当初は、足の湖温泉と合わせて、元箱根温泉と呼ばれたが、1993年、平成5年に、 分離独立して十七番目の湯数えられる。単純温泉、カルシウム硫酸塩泉。足の湖に面して、ザ・プリンス・箱根、竜宮殿を要する一大リゾート、箱根園がある。箱根十七湯に次の三つの温泉を加えて、箱根二十湯と称する。大涌谷温泉は、箱根ロープウェイ、大涌谷駅下車。泉室は、酸性の硫酸樹を、塩化物泉。 神経痛、筋肉痛、関節痛に効く。なお、この温泉は、造成温泉であり、大涌谷で自噴する温泉と、火山清浄気に、戦国原の地下水である山、清水を吹き当て造成した温泉を混合している。ここで作られた温泉は、箱根各所に、廃油される。箱根温泉供給会社によると2015年5月の、 火山活動活発化前の供給油量は1日約4000から4500トンであった。小尻温泉は箱根ロープウェイの終点、桃源台駅周辺の足の湖の北の湖畔で1960年代以降に新たに開発された温泉。総雲山温泉は箱根登山ケーブルカート箱根ロープウェイの乗り換え駅である総雲山駅下車。 大大山西条寺箱根別院内にある。選出は、カルシウムマグネシウムナトリウム硫酸塩泉。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。